サッカーを愛する皆さん、スポーツを、そしてアビスパ福岡を愛する皆さん、こんばんは。今週も YouTube ライブ、インサイド福岡の時間がやってまいりました。高倉です。竹丸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。言ってるかな？ですね、パソコンがですね、クラッシュしてもうてですね、いつもと違うパソコンいじってるんで、ちょっと若干、こちらやりづらいところもあるんですけども、皆さんの方にはご迷惑かけないようにやりたいと思いますので、一つよろしくお願いしたいと思います。大変ね。はい。この事件で大変な出費が出てしまいましたけども、ハードディスクが行かれたみたいでリカバーしようと思ったんですけど、ハードディスク自体が動かないんで、もう、買っちまえということでね、思い切って一緒に買っちまいましたけども、はい、これで我が家はですね、デスクトップが僕の分と、カミさんの分とで1台ずつと、ノートパソコンが2台あって、すごい IT 環境の素晴らしい家になってるんですけど、いまいち使い切れ、こなしきれてないと思われるんですがね。まあ、なんとか、この出費を稼ぐように頑張りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしたいと思います。まず、ルヴァンカップですね、柏戦。はい。土壇場の同点劇ということで、まあ、よしよしましょう。はい。これで5戦負けなしですかね。はい、そうですね。考えてみたら開幕戦だけなんだよね、負けたのね。そうですね。うん、はい。そういう意味では、もう本当にいい滑り出しをしてるかなという感じですね。まあ、開幕戦と鹿島戦もね、今振り返れば、勝てたんじゃないかなと思ったところもありましたけれども、まあ、すべてがね、うまくいくわけではありませんし。ただ、今日監督も言ってましたけど、やっぱりね、いい時も悪い時も必ずあるので、選手たちには、もう勝てる時にしっかり勝つと。勝てるゲームをしっかり勝つと、まあ、そういうことを話したっておっしゃってましたけどね。まさに今、そういうことでしょうね。まあ、これから、ある意味では大事な、リーグ戦でいうと京都戦、横浜 FC 戦がね、はい、あと京都とね、続きますんでね、まあ、巡り合わせ、その後はそうか、新三次の新潟とか、巡り合わせかもしれませんけれども、どちらかというと、去年、注意から下位を争ったチームとの対戦が今年は続いていて、だけどそこにしっかり勝ってるっていうところがね、これまでと違うところかなと思いますけどもね。あとは、まあ、鹿島とルヴァンカップが今月2つありますから。そうですね。はい。この前はね、ちょっと、攻めきれずに引き分けてしまいましたけど、後から聞くところによるとね、鈴木優馬選手がアビスパでやると、なんかそう疲れるというようなね、をしていたようなんで、まあ、小田選手がね、アビスパは、鹿島はアビスパの代表のいいチームだと言ってて、みんな嫌がってますよ、みたいな情報が前回入りましたけども、なるほど、そういう位関係になりつつあるな、という感じでありますからね。来週はしっかり、連戦になりますけど、勝ち点稼いで。入ってきたいところですね。はい。まず、柏戦ですね。うん。丸君どうですか？柏戦、どんな風に見てますか？いやー、率直に違和感しかない試合だったなっていうのは正直。本当に、いつものアビスパらしくないなっていうのが正直あって、その、プレー強度だったり、切り替えのスピードだったりっていうところが、なんかおかしいな、なんかおかしいなって考えてるうちにポンポンって点取られた形だったので、まあそこからのリカバリーっていうのは、素晴らしいし、その最、ね、終盤追いついたのが素晴らしいと思うんですけど、なんかその、どうしちゃったんだろうなっていうのがずっとこう、拭えない時間の方が多かったゲームだったかなっていうふうなのは思いましたね。まあ監督に記者会見で、いつものみんなじゃないなぁと思いながら見ていたっておっしゃってましたけどね。まあ本当にそんな感じでしたかね。まあ、いつもいつもいいわけじゃないので、まあ1点目は目をつぶるにしてもですね。まああっさりと2点目行かれたところを2対1にしたけど、またあっさりと3点目取られたところなんていうのはちょっと本当に監督もあれと思ったっておっしゃってましたけど、そうでしょうね。まあ、1対0の後、目を覚めるか、あるいは2対1にした後で目を覚まさなきゃいけなかったんですけど、結局3点まで、ね、あっさりと行かれたっていうところもあってですね。
まあ、3点で済んでましたけど、左サイドからカウンターでやられるシーンっていうのは結構同じような形でピンチになりかけたところもね、結構あったので、まあ、相手の精度、質、その、等々もあって3点で止まってますけどね。まあ、アビスパらしくはなかったかなと、僕も思いますね。スタッツ見ると決して悪いわけじゃないですよね。監督も、悪かったわけじゃないとおっしゃってましたけど、実際悪かったっていうわけじゃないけど、やっぱりアビスパらしいのかねって言われると、ちょっとやっぱそもそもが違うよねっていうところだったかなと思いますね。だからどう言ったらいいんですかね。まあ、サッカーとスタッツだけでは語らないところがあるので、スタッツが上回ってるから内容が良かったという一概には言えないんですけど、どうですかね。やっぱりまあ、対戦相手にもよりますけども、リーグで、中堅から下位と思われるチームに対しては、言い割りに関わらずある程度のことはできるようになってきたのかなという感じはしますね。ただ、やっぱりアビスマらしいところが欠けると勝つのは難しいよねっていうところかなと思いますね。まあ、湘南戦は劇的な逆転ゴールはしましたけど、まあ、そういうところも含めて。ただどうですかね、いいところっていうと、やっぱり交代で出てきた選手が、どの試合もそうなんですけど、交代で出てきた選手がすごく特徴発揮して、ゲームの流れをこう変えてくれる、交通リズムにしてくれるっていうところはね、どうですか、すごく個人的には感じますけどそうね。思いますね。本当に流れを変えてくれるし、なんていうんですかね、その選手が行きやすいような、なんていうんですかね、湘南戦で言えばそのシステムのところだったりとか、立ち位置のところもそうですし、すごくこう、長谷部監督のメッセージ、単純にその選手を出すっていうだけじゃなくて、出してどうするんだっていう、どうやって点取るんだっていうところまで、しっかりこう、メッセージ性が強いものが出てる。ので、こう、ああいう形で劇的に追いついたりとか逆転したりっていうのがそうです増えね。てるんだろうなっていう感じは受けますよね。まあ、監督もよく言ってるんですけどね、一人一人すごく特徴ある選手が今年多いので、まあ、それが本当にいい方向にみんな特徴を出してくれて、まあ、もちろん得点取った選手はクローズアップされるわけですけども、まあ、そこに至るまでのところでもね、大勢の選手が特徴を出して、それぞれの特徴が重なって最後のゴールっていうところだと思うんでですね。まあ、今のところは、いい感じで来てるかなというところですね。そうですね。あと、柏戦では、ユースの2登録された前田選手、いちかくんああ、が、そうですね。言ってましたね。プロ初デビューということで、ね。落ち着いてましたね。落ち着いてました。高校2年生の割にはね。いや、まだ1年か。そうです。今度4今月度に42年月生ですかにね。2年生になるんですよね。本当、堂々とね。今日は練習にですね、全員来てたというかね、来週の、2種登録された選手2人、それから、副大からはね、来季の内定が決まってる菅沼選手と重見選手と、まあ、そういった選手含めて、それぞれで今日練習してましたけれども、なんていうんですかね、まあ、若い力も入ってきたし、で、その中で、今日はね、一番落ち着いてプレーしてたのは、石川くんじゃないかと思うんですけどね。今日の練習見た感じはね。おっと思わせるようなプレーもありましたし、すごくね、周りに可愛がられながら、伸び伸びとやってる感じでしたね。あと、もう一人、西村くんですかね。穴から来てる。今日も来てましたけど、なんかちょっとね、まあ、背丈が似てるのもあるけど、ちょっとこう、鶴野玲樹選手を思わせるような、スッと抜け出してっていうようなシーンもね、今日いくつか。ありましたね。まだ彼は試合出番、チャンス回ってきてないんですけど、面白そうな選手ではありましたね。一番今日は重見選手が緊張してたかな、一番今日見てた感じだと。今日は8対8だったかな、ゲーム形式の、ハーフコートで、ゲーム形式の練習も最後はやったんですけど、もう周りから、しげしげ、しげしげって言われてたんでね。いや、もう監督に、か、監督、同じしげだから、叫んでたのかもしれませんけど、とにかく、ミニゲーム中はしげ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 、声が飛んでましたね。まあ、彼も、まだ特別指定にはなってないですけど、おそらく今シーズン中に特別指定になるでしょうから、間もなくね。
練習ゲームとか、ルヴァンカップでまた姿が見れるかと思いますので、ね、皆さん楽しみにしていただければなと思いますね。はい。じゃあ、コメントいきましょうか。はい。はい。タスパシンシューさん、カールトマスさん、ジークさんもこんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日から曜日変更なので、皆さんもお気をつけください。ありがとうございます。ありがとうございます。阿比高さんもこんばんは。よろしくお願いします。お願いします。柏戦はなんとかドローにこぎつけたのか、勝ち点3を逃したのか、微妙な試合でしたと、うん。ゲームとしてはちょっと大味でしたが、シュート21本のうち枠内9本、はい、得点3は収穫だったと思います。うん、個人的には3点取られても必ず逆転できるという根拠のない自信があったので、少々不満ではありますが、アディショナルタイムが9分あったらな、とか言う方。うんうん。まあ確かにね、もうちょっと時間があれば、うん、まあ逆転できただろうなっていう流れではありましたけどね。うん、うん、うん。まあでもなんとなく、まあありますよね、今ね。こう逆転でき、うん、根拠のない自信っていうとか、空気感というかね、なんかありましたね。ありますね。まあここまで見た感じだとどうなんのかな、うん、こっちが強くなったのか、相手の調子が上がってないのか、ちょっと微妙なとこなんですけど、開幕からここまで見てて、こう、なんだろうな、まあ、鹿島戦はね、順位になって崩れませんでしたけど、僕の感じだと、いやー、あの趣味だったらやれるなっていうような相手が続いてる感じがするんですけどね。だなんか、点取れないなって心配が見ててない感じはありますね。まあ、1点か2点か3点かいろいろあるんですけど、この相手なら点取れるよねっていう、うちの実力が上がったのか、対戦相手が調子上がってないのか、ちょっとそこは分からないですけど、うん、多分相対的なところで見てるので、なんだろうな、ね、やっぱアビスパのこう組織的なところがちょっと高まってきてるような印象をすごくするんですけどね。だから、あと、監督もよくおっしゃってますけど、目線が上がってきてるっておっしゃってますけど、まあ、見てる側もね、やっぱ3年目の J1 ってことで、チームに求めてるものも少しずつ変わってきてるので、昨日の試合なんかがちょっと微妙な感じ。嬉しいんだけど、よく頑張ったっていう印象すごく残るんですけど、勝ち点3取れたよねっていうような思いもね、うん、このぐらい残るっていうね。そうですね。うん。そんなところはちょっと感じてますね。うん。うん、あとは、森山選手の離脱は痛いですね、うん、と、うん。今季副キャプテンに就任して、聞きするものがあったでしょうに、と。うん、ルヴァンカップ20歳以下1名以上先発出場というレギュレーションがあるようですが、もし対象選手が出場できない場合、罰則規定などはあるのでしょうか。アビスパの場合、森山選手以外は2種登録の前田選手と西村選手の2名が出場対象選手になるのでしょうかと。うん、罰則はないですね、これね。はい。まあ、いなきゃ出られないっていうところだと思いますけど、うん、まあ、多分 J リーグ全体で、共通認識してやってることなんじゃないですかね。柏もね、センターバック2人、アカデミーの選手入れてましたし、うん、最後逃げ切るときもね、外国籍選手下げて、アカデミーの選手出してましたけど、うん、まあ、変な話ね、勝とうと思ったら、まあ、若くても活躍してる選手はもちろんいますから、そういう選手は出すでしょうけど、そうでもないだったら、まあ、変なこと言えばね、先発出して5分で下げるとかいうことも、手段としてはあるんでしょうけど、まあ多分そこは各クラブ申し合わせというか、なぜ21歳以下の選手を1人出すんだっていうところを、まあ、お互いにその目的をね、理解した上でやってることなんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、どこが変なことしたらね、それこそ、ルール自体が何なんだってなっちゃうんで、ね。そうですね。うん。はい、まあ、だから、これからは、必ずしもその、若きゃいいってもんでもないし、ベテランならいいってもんでもないんですけど、やっぱりこう、クラブとして選手を育てていくっていうね、ことをもっとしていかなきゃいけないっていうことなんでしょうね。まあ、これは、もともと J リーグができたのは、その目的、それがあって、アカデミーを各クラブにね、アカデミーを持ってないクラブは J リーグに参入できないっていうルールが あるわけで、まあ、なかなか試行錯誤してますけど、もっともっと若い選手を育てなきゃいけないということでしょうね。そうですね。うん。はい。うん。
は、ジュン・ヒロカトさんですね。こんばんは、と。レイソル戦、全体的に緩いスタートで先制され負けたなと感じて、ゴールラもなんか変な余裕みたいなと。うん、湘南戦の勝ちにちょっと、れた感じかなと。これちょっと、長谷部監督もね、言及してましたよね。その、なんかこう、うまくいってる時にありがちなっていうか、こう、うんうん、緊張感がなかったわけじゃないんだけども、いつもみたいに張り詰めたものはなかったっていう感じですかね。うん、悪くはないんだけど、良くないんだよね、みたいな、その、なんていうんですかね。悪くはないんだけどねっていう、その、悪くないねって言えないっていうところがね、ちょっとあったのは確かですね。そうですね。うん。うん。まあ、いろんなものが影響してると思いますね。あの、やっぱり、平日、平日じゃないや。やっぱりその、どういうんですかね。やっぱルヴァンカップの価値っていうんでしょうかね。位置づけっていうんでしょうかね。それがやっぱり、その、J リーグだけの問題じゃなくて、例えばいつもだったら来るサポーターもルヴァンカップだから来ないとかいうようなこともあったりして、まあ、それも別に責めてるわけじゃないんですけど、ちょっとそういった大会の雰囲気も込み込みで、少し、なんだろうな、集中度を最高に集中するとこ100とすれば、70とか、60とか、合格点ではあるけれども、いい点数ではないよねっていうところですかね。うん、そんな感じで何とかありました、やっぱりね。3点取られるまでね。うん、3点取られてからは、そのままずるずる行かずに切り替えましたけどもね。切り替えるなら、山岸のゴールの後だったとは思いますけどもね。うん、うん。ジークさんですね。うん、柏戦前半の立て続けの失点はいただけないですが、うんうんうん、終盤の粘り強さはさすがでした。す、う、る、んうん、のも継承そうでよかったと。うん、そうですね。今日も継承しても、やってましたから問題ないと思いますね。うんうん、痛みはちょっと残ってるかもしれないですからね。うん。ね、ヒヤッとしましたもんね、あのプレーはね。うんうん、あれ、記者席から見てたらね、僕の目からは、まあ、ひどいと思ったけど、まあ、正当なコンタクトといえば正当なコンタクトかなと思ったんですけど、ツイッターで反対角度から映ってる映像見たら、いや、これは正当なコンタクトとは言えないよねって感じだったですからね。まあ、VR ないからな。そう。あれはまあ、当たるのは分かってただろうからな。鶴野選手もね、うん、確認してたし、ゴールキーパーを。キーパーも分かって飛び出してったんで、どうなんですかね。今日は、原武さんですね。こんばんは。負けないアビスパ継続ですね。と、うんうんうん、一方で、北島選手の初スタメンや、グティエレス選手の町田の好調、パンマ選手のハットトリックなど、元アビスパ勢の活躍が目立ってますね。と、うん、ですね。ここのとこ目立ってますね、みんなね。うん、嬉しいですよね。哲也さんも今年のアビスパは違います。と、石田さんと、2点ビハインドになっても最後まで諦めない、追いつけたと。うん、特に湯沢、今野コンビ、意思疎通ができていて良いと。湯沢、今野のパス交換からクロスの多くのチャンスを作った。そして、珍しくショートコーナーにして今野からクロス。湯沢、膝で決めたのがらしいゴールだと。湯沢、移籍後4年目での初ゴール、良かったと。そうですね。J1 でも初ゴールじゃないですかね。うん。まあ、本人曰くリーグ戦で取ってないんで、また、リーグ戦では取れてないから、そんなに感触はないと言ってましたけどね。そうね。うん。まあ、いい選手はね、井川選手もね、これまでも惜しいチャンスはいくつかあったんですけどね。これをきっかけに、どんどんゴール、サイドバックもね、今はね、攻撃の起点になるところですからね。本当に今シーズン好調ですからね。そうですね。やっぱ去年の、まあよく言ってますけど、去年の終盤あたりから、見直してることが、そのまま、成果に出てるんじゃないですかね。そうですね。まあだから、ああいうゴールも、ね、偶然っていうかね、奇跡的に見えますけど、やっぱりあそこにいることだったり、そういうことですね、諦めず、パワーをかけてるからこそあるし、なんかそういった日頃の、
なんていうんですかね、頑張りというかね、そういうようなものも、現れたところなのかなっていう気はしますけどね。まあ、やってるからと思いますけど、細かいところなんですけど、しかも試合中にね、全部ができてるわけじゃないけど、やっぱりその、別にパスをつなぐことが目的になってるわけじゃないんですけど、やっぱり自分たちのボールを大事にして、意図的に前に進むっていうことに、こう、チャレンジしながらやってるっていうところもね、それがこう、試合途中で劣勢になっても、じゃあ、とりあえず蹴っちゃえみたいになってないところがね、そういうところも、最後の最後でこう聞いてきてるっていうような見方もできるかもしれないですね。そうですね。やっぱり近藤選手がね、久々に戻ってきて、そうですね。入ってくれると、なんかね、やっぱりリズムが違うな、いい意味で違うなと、かなり攻撃も。アクセントがね、できますからね、やっぱりね。そうですね。ショートコーナーのね、判断も素晴らしかったですし、それからまた楽しみです、ね。そうですね。これからでしょう。陣広方さんもね、伊沢選手は本当にどんどん、マサが出てきてますね。そう、本当そうですね。サネマティさんも、今日の練習には茂美選手も参加していたようです。プレー見てどんな印象でしたか？一足早く特別指定選手で登録されたりすると思いますか？と。多分されるんじゃないですかね。もう間もなくだと思いますよ。そういうことでも入れてると思うんで。まあ、鶴野選手はね、怪我してたんで、1試合か2試合か、エリートリーグ出たと思いますけどね。その後で、出られませんでしたけど、まあ、去年流れから言ったら、特別指定にして、可能な限り、大学もリーグ戦がありますけど、可能な限り、アビスパにも来てもらって、機会があれば試合にも出るということもね、あるんじゃないかと思いますね。今日のところはさっきも言ったように、ちょっと緊張気味だったように見えました。またね、これから、ね、まあ、これからでしょう。そうですね。もっともっといいとこ出てくると思いますよ。ジークさん、柏のフロート強かったですね、と。しかし、初物外国籍選手に弱い点とはなくしてそっか、そう言われたらそうですよね。その前じゃないですかね。やっぱりね。今シーズンもそうですけど、その前もそうですけど、なんだろうな、その、向こうのキーマンと言われる人に、こう、マンマークつけたりとか、厳しく言ったりとかいう守備はアビスパしてませんし、どっちかっていうと、そこの前で止めるっていうやり方だと思うんですけど、今年もそれはうまくやれてるような気がするんですが、この前はちょっとね、この前とか、あるいはもう一つ前、特に失点シーンでボランチの脇あたりで、こう自分たちのミスでボール失ったところから、シンプルにサイド出されて、なかなかサイドでそれをこう防ぎきれずに突破されてしまってのゴールっていうところがありましたからね。もう一つ二つ前ぐらい、もっと言うともうちょっと前かもしれないけど、そこがちょっとうまく、柏戦では両サイド機能しなかったような感じがしますけどもね。そうですね。なんか良い守備っていうところが、そうですね、なかなか、うまくできずに失点につながってしまったかなって感じの試合ですね。そう、あとは、グタスパ選手さん。ルヴァンカップ柏戦敗戦のこの試合展開を最後の最後で湯沢選手の同点ゴールは価値あるゴールしたと。原武さんもお疲れ様でしたと。3失点は正直これまでのアビスパからしたら驚き。何よりフロートがすごく見えました。フローリーも大変そうでしたね、と。なんかすごい大柄なんですけど、スピードもあってね。そうですね。なんか対応するの難しい選手だったかなって言わしましたね。だからやっぱその前でしょ。あそこでどうのこうので持ってかれたらやれちゃうとかですね。これ。そうですね。他でもそうだと思いますけどね、J1 はやっぱり前の強い選手いますから、今日も監督言ってますけど、そこにボールが行ってしまったらもう、ある程度は覚悟しないといけない。だそこに行く前のところ、あるいはその前のところで、そこにボール行かせないようにする。あるいは失わないようにする。まあ、そこが、実は大事なんだって話ね、されてましたけどね、もうその通りだと思いますね。はい。これ同じようなこともね、今日田中達也選手とも話したんですけど、田中達也選手
この前は、すごくね、去年も多かったんですけど、切り替えて、右足持ち替えてのクロスの精度がかなり上がってるなと思って、ちょっと話したんですけど、彼も言ってましたけど、もちろんその縦に、深いところまで運びたいっていうスピードを生かしてですね、生かしたいけど、その J1 のレベルの高い中で、相手もそれも警戒してる中で、じゃあ、それをシャネムに行ったからといって、うまくいくかっていうと、そんなに簡単じゃないと、相手もレベル高い。で、そのために、切り返しての右のクロスの精度をもっと上げて、まあ、今日からは、それがその、脅威になればね、向こうがそこをケアするんで、自分の特徴がまた生きてくると。J1 ってそういう世界なので、もうガチで強いとこと強いとこで当たると全部が全部ね、勝つってわけにいかないんで、趣味のところは、そういう意味では、その前、あるいは二つ前ぐらいのところで、やっぱり制限するってことがもう絶対条件だっていうことでしょうね。そううん。で、やっぱり後ろの三人がこう屈強に見えるのは、多分それが効いてるからだと思うんですよ。効いててある程度、自分たちの、その、は、あの、なんだ、なんとかな、想定の中で守備ができるので、グローリーと奈良と宮の3人が並んでると、まあ、まず、突破される、あるいはやられることはないだろうなっていうのはありますけど、あれも、やっぱり前の守備が効いてないとね、そう言っても、あんなには守れないと思うんで、まあ、アビスパやんなきゃいけないのはそこでしょうね、やっぱりね。そうですね。はい。うん。もう連動性ですね。連動してうん。ボールを奪いうに行くっん、ていううん、うん。とそころこですも、よね。ね、コンパクうトにあるっていうところん。うん。が大事かなと思います。あと、のっぽさんは、こんはばんい。は、試合展開は他の方がコメントされると思うので、ゴール裏の雰囲気をお伝えしはいますと。はいはいはい。去年までは、あの展開だと応援しつつも敗戦ムード濃厚でしたが、今年は違い、湘南戦の雰囲気継続で、絶対追いつける、逆転できるというムードがありありで、応援してて楽しかったですと。おー、いいこと言っ清水て。サポのコメントで、勝ってるのに負けてるかのようなムードを出される嫌なスタジアムという褒め言葉をいただきました。おー、なおー、るほどなね。るほど。なんですかね、まあ、観客少ない問題をいつも抱えてるんですけども、スタジオの醸し出す雰囲気は本当にこういろんなところからもね、やっぱりベストスターは違うっていうふうに言われますしね。選手たちも実際言ってるし。やっぱ反響するのかそうな？ですね。なんでしょうね。なんでまあ、したょうだなんね。かこう、全体がこう、湧き上がっている感じはありますからね。ゴール裏の声が先導してるんでしょうけどもね。うん。そうですね。やっぱね、特に終盤になると、すごいパワーが、なんかより、そうね。熱うん。を帯びて、パワーがどんどん出ているなっていうのは、すごく、特に、まあね、他のスタジアムと比べると、なんとなくそういう雰囲気は独あり特まなもすのはあね。りますね。まあ、弱かった頃はなかなか出なかったかもしれないけど、まあでも2020年強かった頃の2020年も、やっぱああいう雰囲気ありましたからね。やっぱりこう、それが福岡や博多のなんか特徴だったり、持ち味だったり、この土地のなんか熱みたいなものがね、そこへこう集約されてるのかもしれないですね。うん。続いてが、ネマティさん。開幕から守備を3バックが続いていますが、だんだんセンターバック3人の負担が大きくなってきているような気もしています。前の試合では途中で4バックに切り替えていました。センターバックのコンディションによってはスタートから4バックもあるとは思いますが、それはそれで面白いかなと思います。今4-4-2にするならばどんなメンバーになりそうですかと。昨日の終盤みたいなメンバーになるんじゃないですかね。うん。まあ、そう木で梨すと小ね。田選手が入ってませんじゃけども、左の小田入ってて、右に湯沢で。まあ、真ん中は多分コンディション、まあ、奈良は多分こ、あの、今年はコンディション良さそうなんで、奈良は固定して、宮とグローリーっていう感じじゃないでしょうかね。まあ、真ん中はボランチ2人だし、左右は、まあ、右は今の決まりでしょうから、まあ、左のサイドハーフが、まだちょっとこの人っていうのは決まってないかもしれませんけど待ってね。ないですけどね。逆にこう、山口選手左サイドで、ツートップに、ルキアン選手とレイジ選手だったりとか、なんかそういうのもあるかもしれないそうですね。あるかもしれないですでね。すね。
まあ、ちょっと、あれすると、今シーズンは少し、いわゆる先発出るメンバー、先発と交代のところと、それ以外の選手、ちょっと、こう、区分けがね、明確になっちゃ、なってるかなという感じもするので、これ、もう1年戦うとなると、もっとね、各ポジション、突き上げがないといけないかなっていう感じありますけど、もう、だんだん不動のメンバーになりつつあるかなっていう感じではありますね。で、それだけの働きをみんながしていますからね。悪いことではないんですけど、上に行くにはもっと付き合いがないといけないという感じも、せんでもないかな。うん、まあ、ソタ選手も帰ってきましたしね。まあ、これからじゃないですかね。かしいとこさんですね、はい。中倉さん、竹山さん、こんばんは。柏戦は BS 席で観戦しました。はいはいはい。3枠のスライドが少なく、なんか緩く、守備で盛り上がることができませんでした。でも、旬が入って、前がかりになり、面白くなりました。ですね。まあ、メンバー変わったのもあるかな。ちょっとやっぱり連動性とか、こう、スイッチが入るところって、ちょっと普段よりは、こう、曖昧だったかなっていう気はしますからね。うん、特に両サイドは、もっとね、行ってもいいのになと思うところは結構あったかな。うん。サネマティさんは、井手口選手と森山選手の負傷離脱、相談選手はコンディション不良、平塚選手はシンプルに競争で勝てないのかわかりませんが、ボランチの控えが上後選手になっている状況は想定外な気がしますと。ウィンドウがあさってで閉まりますが、レンタルでのボランチ補強もあったりしますかねと。ボランチに限らず、ギリギリでの登録、移籍登録はあると思いますかと。今日なかったからないんじゃないですか、そうでしょうね。そんな気はしないではないですね。いつも言いますけど、登録が進むには、今日書類がリーグに届いていないと、金曜日の、あれにかけられないので、まあ大体今までだとアビスポは、水曜日にね、やってましたから。今日ないところを見ると、まあ一応あと2日残ってますけど、まあ事実上はもう今日書類が届いてないのは、31日まで間に合わないというところですからね。まあしばらくはこれで行くのかなというところだと思いますけどね。そうですね。ガブリエル・シャビエル来いと言われてもさ、書いてる。そうね。シャビエルがね、どうなったんですかね。そうなんでしょうね。だから、そこかな、とね、今、ボランチは多分ね、その茂美選手が入ってきてくれたりとか、ソータン選手もね、もうすぐ怪我から戻ってくるでしょうし、そう考えると、今、足りないなっていう優先順位考えると、やっぱサイドハーフだったり、シャドウのところ、攻撃的な、二列目の選手っていうところ、ね。まあ、そうですね。ですよね。まあ、おそらく3バックでやってるのはそういう事情もあるんじゃないかなと思いますけどね。相手とどのこうのというよりも、長谷川監督がいつも言ってる、今自分たちが最大出力で何をどうやったら最大出力出せるかっていうところ。まあ、もちろんそれはね、選手のコンディションにもよるんで、442でやった方が、そのチームとして強いものが出せる、そのコンディション揃った選手がいるのかどうかっていうところも含めてなので、まあそんなんで多分3バックでスタートしてやってるんじゃないかなって気がするんですかね。442にするとちょっと駒が、って感じもね、するんですけどね。そうですね。少なくとも今年は相手を見て、3枚にしてるわけでは、ないんで、4枚でやるメンツが揃って、選手のコンディションも悪くなければ、いつ4枚にするかっていうのは、その時、パッと監督が判断されると思いますけどもね。はい。必ずしも、まあ、長谷部監督が前から好きなのは442っておっしゃってるんで、ただ、試合は勝つことが大事なんで、一番勝てるメンバーと立ち位置っておっしゃってるんでね。そういう意味では、今は、自分たちありきの考え方での3バックかなっていう
気はします。うん。そうですね。はい。うん。で、多分、内容的には、当たり前ですけど、向こうの時間帯もあったり、押し込まれる時間はあるんですけど、松村監督が就任以来ずっと言ってる、攻守にわたってアグレッシブに主導権を持って戦うんだっていうところに、今、チャレンジしてるような気するんですけどね。うん。うん。相手に合わせて、失点しないにしといて、どっかで一発っていうよりも、自分たちがやることを優先して、点取ろうという、もちろんその守備力下げずにですね。うん、それとかちょっとこう垣間見えるんですけどね。どうでしょうかね。うん。うん、は、ジュンヒロカトさんですね。TNC さんが J リーグから働きかけがあった、福岡のサッカー番組始まります。うん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 、ねと、うん。ただ時間が日曜6時半と、うんうん、朝ですね、うん。ライトソンにアピールしてほしいのに、後半しか見ないかなと。まあ、よくあるやつですね。今までもね、皆さんご存じないかもしれないけど、スカパがやってた時は中継局がバーターで必ず、ラジオでも何でもいいから、サッカー番組しろっていうことでやってて、大体みんなやっぱ深夜でしたもんね。2時とかね。で、2時から15分とか、うん、まあ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 、うん、まあでもまあ、日曜の6時半に深夜よりいいかな。どうだろう、うん、でも若い人は深夜の方がいいかな、日曜の6時半よりも。そうですね。うん、どうですかね、うん。まあまあ、初めの一歩というところじゃないでしょうか。全国である、全国 ね、各都道府県でっていうところですからね。まあ、あれじゃないですか。テレビ局は何か言うと、いや、我々九州のテレビ局だということでね、九州の中で一番強いチームを放送するっていう態度をずっと変えていませんでしたけど、まあ、福岡のってなったことでね、ストレスなく番組見れると思うんで、うんうん、ぜひ皆さん、目が覚めた時はというか、頑張って起きて、はい。はい、見てください。いろんなね、はい、選手たちのインタビューとか企画もあるでしょうからね。うん、うん、そうですね。はい。ゆうごうさん、清水がまだ勝っていませんね、と、J2 には戻りたくないものですと。うん。岩田も勝ったんじゃなかったっけ？岩田全引き分け。清水が全引き分けだっけ？なんかどっちかが全引き分けだよね。うん。うん、まあ、我々はどうしてもアビスパを、良くも悪くもアビスパ目線でものを見るので、アビスパが、1年で、落ちるとか、5年間上がってこないとか、そういうことよく、記憶にあると思うんですけど、J2 って簡単じゃないんで、ほとんどのチームがこうなるんですよね。うん、で、なんでこうなるかっていうと、多分、問題は共通してて、フロントの問題ですね。僕はもう昔からそう思います。優勝できるか、注意いるか、買いに行くかっていうのは、それはいろんな予算の問題とかいろいろあると思うんで、簡単には語れないんですけど、J2 に行かないような環境が揃ってるチームが J2 にいるっていうのも間違いなくフロントの問題ですね。で、皆さんはフロントと強化部とチームってこう3つ分けて考えてるんでしょうけど、基本的に全部フロントの下にいるんですよ。三権分立してるわけじゃなくて全部フロントの下にいるんですよね。だから頭がしっかりしなきゃ何も始まらないですね。頭がしっかりした中で方針があって、うん、その方針に基づいて、三者が単体との関係にいることが大事なので、フロントがしっかりした考え方を持ってなければ、三者が、なんていうんですかね、三者がそれぞれやり出すと、多分バラバラになって、文句の言い合いになるっていう、表立ってはないけども、結局文句の言い合いになるっていうことです。まあ、それがだから、J2 に、かつて J1 だったのに J2 に落ちちゃって上がってこれないチームの典型的なパターンだと僕は信じて疑ってないですけどね。うんうんうん、面白いもんでね、アビスパもそうだったんですけど、これ、うん、なんか僕ね、スポーツ界がまだそこ未熟なんだなと思うんですけど、例えばどこかで失敗した、こういうことしたら失敗したっていうことを、必ずまたどっかのチームやるんですよね。で、だって、あんなことしたらこうなるんじゃないって思うようなことをやるんですよね。で、だけどまた他のチームがまたそのことをするっていうね、なんかよくわかんないけど、
そういうことが多いのでね、もう単純にサガン鳥栖が強くなったこととか、長崎が、いろいろ問題があった長崎がいきなり強くなったこととか、アビスパがこうやって新しい道を歩んでるとことか、もう典型的にフロントにプロが来たっていうことだけでこう変わるんだよっていうのはもう証明されてるんでね。そう思いますね。まあ静岡の皆さんは熟したる思いで見てるんでしょうけどね。何かどっかに問題がありますよ。選手の選び方とか、監督の選び方とか、いろんな問題があると思うんですね。エスパルスはうちが、2020年だっけ？ 21 年間 J1 に上がった時にも思いましたけど、すごく攻撃的な選手揃ってて、あの時は、ダントツ優勝候補ってシーズン前言われたんですけども、監督が非常に守備的な人だったっていう、なんでだろうっていう、そういうところですよね。で、この前、SNS かなんか見てたら、WBC の選手選考のことに触れてらっしゃる方がいて、まあ普通の野球ファンの方と思うんですけども、まあサッカーと一緒ですよね。なんであいつ選ばれないんだ、なんでこいつ選ばれてんだっていういろんな考え方があるけど、対アメリカにどうやって勝つかって考えたときに、やっぱ打ち合いじゃなくて、やっぱ打たせない、投手陣ということになってくると、で、しかも、ね、いろんな制限ありますよね。投球数とかね、何人投げなきゃいけないとか。そういう、それを前提にして集めてきた選手。だから、計算通り勝ったっていうのはコメントがあったんですけど。サッカーも同じで、そういうことを考えてチーム作らないと、点取れる選手だからね、守れる選手だからねっていうだけで、それを前に置いたから点取って、後ろに置いたから点取られないっていうと、そうじゃない。そうですよね。なんそうかいうそところじゃこないですか。ですよね。なんかね。なんか1対1、1たす1を2に、2じゃなくて3とか4とか5にしてるチームが、そのね、WBC のそうです代、日ね。本代表もそうだったじゃないですか。やっぱり、みんながこう、例えば1つ前の、細かいけど1つ走塁して1つ前の塁に行くとか、そういう細かい意識が、単純にホームラン打つ、ヒット打つじゃなくて、なんかそうなそうんいうでとすこよもね。大事だよっていうところのチームの意識がすごくあったし、なんかそういうもの、なんか単純に個人の能力でいい選手全部集めましただけでは、どそうのな世んで界すもね、勝てないよっていうところはよくわかりますメッシなら一人やるかもしれないけど、よね。世界で有数のストライカーだって、マークされたらそんなにね、一試合に1点取れるわけじゃないんでね。まあ20点も取れば、だってシーズンに20点取ったらもう、それはすごいんでしょう、実際問題。だけど、だから2試合に1点くれるでしょ？だからすごいと言われたって、そういうことなんですからね。やっぱり、もちろん、すごいその人の得点力で大事なんだけど、そこだけに頼ったって勝てはせんよということだよね。それが分かってないチームが、やっぱり低迷しちゃうだろうなって思いますね。続いてが、桑原さん、桑原さん、こんばんは、と、よろしくお願いします。ミサワ今ね。週末、三沢現地観戦します。おすすめのスタブルあれば教えてください。いや、別は何にもないです。正直、だいぶ改善されてね、メインスタンドの前にお店たくさんあるんですけど、アメ側はほとんどないんじゃないかな。まあ、多分あれって場所の制限もあるでしょうね、狭いしね。意外と火使えないとか、のことなんかもあったりして、出せるもんも出せなかったりするんでしょうけどね。まあ、ただ、横浜にはいろいろあるでしょうから、シューマイ弁当とかですかね。シューマイ弁 当、シュ崎ー陽マイ軒。いや、僕は食べま崎陽すけ軒。どね、昔よく食べてたんで、今は入ってないですけど、昔はね、昔って昭和の40年頃ですね、40年代ですね。崎陽軒のシューマイ買うと、瀬戸物の醤油入れが入ってたんですよね。こういうひょうたんのね。今はプラスチックですけどね。昔は瀬戸物が入ってて、それが欲しくてね、よく食べてましたけどね。あれ、シューマイじゃなくて、シューマイだよね。
いわゆる、シューマイとはちょっと、シューマイなんだけど、シューマイと違っておかしいな。うん。あと何かね、横浜って、ね。でも、中華街もね、いや、そうですね。中華街も大なり小なりですからね。そうです。いろんなお店があるので、当たり前ですけど、なんかめちゃめちゃ安くて食べ放題なんていうのはちょっと気をつけといた方がいいかもなと思いますね。まあ、醍醐味はですね、やっぱ、まあ、有名なところはそれなりのお金取られるんで、美味しいんですけど、まあ、それも楽しみですけど、路地裏行って、ここそんな店あるんだなって見つけるのも、中華街の楽しみの一つかもしれませんね。うん。しくじるのも楽しみのうちの一つですよ、こういうのは。ああ、みたいなね。思い出話にね。だいたい店入ると、なんとなく、感じるというかね、あ、やばいと思うときと、はい、いけそうと思うときとあるんですけどね。僕はやばいと思ったら、ちょっとしたつまみだけ頼んで、とりあえず食べてみて、やっぱりやばいと思ったら出るっていう。何も食べずに出るわけいかないんで。ということしますけどね。刀削麺なんかいいんじゃないですか？中華街って。刀削麺ってこの、こういう、メリケンコの塊を、こう、型でピッピッってやって、こう、麺にするやつですね。ああ、うん。なんだか、から、練らないっていう見かたね、ことこある。う、こんな塊をピッピッピッってやって、こう、お鍋湯のに中に入れて、入れて、あれ、どっかにあったな。うん。あれは美味しかったですね。あと、中華街で不思議なのは、歩いていくとわかりますけど、中国一の料理人っていう看板が山ほどあるんですね。ああ、確かに神戸とかもそうですよね。そうそう。いろんな中国一がいて、一体何人いるんだよっていう。あと、中国一の肉まんっていうのも山ほど。中国一の肉まんと、中国一の小籠包、焼き小籠包は山ほどありますね。まあ、どこもそれなりに美味しいですからね。うん。あとね、もし中華街に行かれるんだったら、日本じゃほとんど見ないんですけど、白いお酒です。パイチューって向こうで言うんですけど、パイチューを、僕は好きですけどね。度数がね、一番高いんで60度とか70度とかあるんですけどね。お酒好きな方はアルコール度が高くなればなるほど、好むって言われてますけど、中国の、食材とか、お酒置いてるお店に行くと多分あると思うんで、そういうのもたしなんでみるのもいいじゃないですかね。僕は読んだね。原健二さんですね。こんばんは。アルバンカップもベススター劇場でしたね。2週間連続逆転勝ちも期待しましたが、2点差を追いつくことだけでもすごかったですね。そうですね。そうですね。間違いなく爆発力はありますね。まあ、監督が同時に、だったら前半1点取れないのかっていう、その2つの見方をしてチームを見てますとおっしゃってましたけどね。まあ、続けてやったから後半に来たんだっていう考えもあるし、でもここのとこ見てるとね、開始直後にかなりチャンスあるんですよね、どの試合も。だそういでたいす、そうでこす。う、シュートミスで、そのまま0-0で折り返してるんですけど、ああいうのが決まるようになるとまた違った感じになるんじゃないですかね。そうですよね。守備硬いの分かってるから、先制したら、前半の早いうちだったら、多分向こう取りに来る、取り返しに来るので、逆に今度はこっちが攻めやすくなるとかもね、あると思うんですけどそうでね。す、そうです。塚さんです。鹿島戦現地観戦したのですが、相変わらずピッチが滑りまくりと。いい加減、どげんかならんのですかね、と、チャンスを潰してしまってて、と。前、ちらっと聞いたら、水はまいてほしいって言ってまいてるみたいですよね。で、今シーズン、湘南戦はちょっとピッチが粘ってたっていう話してましたけどね。先週に寄せるとね。まあ、そうですね。2週間に1回だからね。そうなんですよね。まあ、それで練習できると一番いいんですけどね。そうですよね。それが一番ですけど。だけど、難まあしいですよね。他の、
ね、競技とのね、ね、兼ね合いもあるんで、ね、うん、うん。使用回数が私今変わってなければ年間で50ちょっとしか使えないんですね、試合。だから週1、うん、週1しか使えないルールになってるので、それをラグビーとサッカーと、あの、高校サッカーと使いますからね。なかなかね、あの、アビスパだけがっていうわけにいかないと。うん、これですね。ハイムさん、こんばんは、と、最近得点も入って終盤に強くて、スタジアムも盛り上がってとても気持ちいいです。うん、ただ、奈良ちゃんも言ってた通り、勝って兜の王じゃないですが、攻守は一体なので、失点が多かったのは気になります。うん、熱くなるし、気を引き締めつつ、勝ちを積み重ねてほしいです。そうですね。まあ、井上選手もね、試合終わった後に、そもそも3失点はうちじゃないっていう話は、出ましたし。うん、まあ、奈良選手も、あの、今日ちょっと話してたんですけど、あの、まあ、監督と同じようなこと言ってましたね。あの、攻撃がうまくいってて、少しこう気持ちよくなっちゃって、アラートさがちょっと欠けたみたいなところはあったかな、という話ですね。3点取ったから3対2とか3対3でいいんじゃなくて、3点取ってもゼロにしたいっていう話はしてましたけどね。まあ、もちろん、それが長谷部監督がね、目指すところでしょうからね。うん、うん。ですね。やっぱり先制点取られるっていうのがね、うん、うちとしてはやりたくない展開なので。そうですね。うん。まあ最低でも前半はやっぱゼロで回らないといけないかなっていう感じですね。うん、そうですね。うん、はい。サネマティさんか。うん。代表の試合を見ていてスピード、強度、質はハイレベルですが、やっているサッカーがアビスパと似ているなと改めて思いました。うん、ここに山岸選手、前選手、湯沢選手がいたら、と想像した人も多かったのではないでしょうかと。ウィスパから代表選手が出る日もそう遠くない気がしましたと。うん、もうどうなんですかね。まあ、橋本監督ずっと言ってますけど、まあ、世界のトレンドなんですよね。間違いなく。はい、あの、来た時から私はヨーロッパでは当たり前になってることをやってるだけだってずっと言ってましたけど、はい、まあ、多分そうなんですね。今回のワールドカップなんかもね、そうでしたしね。はい。そうですね。うん。J リーグ見ても、やっぱり周りの人、川崎あのあたりは本当にそうだし、で、僕も原稿書いてたり説明したりするときに思うんですけど、前からプレスかけて奪って早くっていうのが、あの、チームの特徴じゃなりつつありますね。あの、そんなチーム、強いチームみんなそうなんで、うん。あ、サッカーってこういうスポーツなんだっていう感じに今なりつつ、そうですね。あるんじゃないですかね。はい、うん。まあ、標準装備されてないといけない、項目であったり、タスクになってるのかなって気はしますけどね。あとはその連動性だとか、行く行かないのそのチーム全体の意思統一とか、そういうところがなんか問われてる。もちろん、プレーの質もあるんですけど、そういうところがこう問われてくるんでしょうね。そうですね。うん、本当に。特に J1 だとその、プレスの連動性質のとこだったり、そうですね、スピードだったり、うん、ビルドアップの正確性であったりとか、うんうん、その組織としてどうやっていいポジション取りながら連動して前に運ぶかとか、うん、その細かな質とかスピードとか強度とかの差でなんかいろんなものの勝負がゴール奪われたり、ね、ゴール取ったりっていうところにつながってるのかなっていう感じがします。しますね。うん、現にあのね、あの苦労してる柏は、柏はまだ今シーズン一勝もしてないでしょ。柏だって、あのご覧になって分かると思うんですけど、柏も基本的に高い位置からプレスかけて、ボール奪って、あの素早くゴールに運ぶっていうのがもう柏のやり方だし、湘南もそうですよね。湘南も、あの、ため際厳しく前からプレス行って、奪ったら、あの、一番シンプルに早い、あの、ゴールに立てる方法でゴールを目指すというね。うん、多分もうみんなそれトレンドになってるんですよね。ただ、去年のアビスもそうでしたけど、それはハマるけど、じゃあボールを全部が全部カウンター仕掛けられるわけじゃないんでね。ボールを持ってゆっくり攻めるときに、形が作れなかったりとか、あるいはプレスが連動してなかったから、そこは強いんだけど、そこをかわされると、崩れちゃったりとか。まあ、今本当そういうところで差がついてるんでしょうね。うん。まあ、昔のサッカーを、まあ、あの、僕は年寄りなんで、あの、本当に昔のサッカーと、あの、ずっと見てるから、あんまり気にならないんですけど、改めて昔を思い出すと、全然違うスポーツだなって思いますね。だって大体、まあ、442がメインで、中盤にはダブルボランチはいなかったですから、中盤は大体ひし形になってて、
まあ、いわゆるトップ下と言われるところに10番の選手がいたわけですけども、うんうん、もう10番の選手なんて、だって周りキョロキョロしながらドリブルしてって、もうこうやってキョロ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 しながらドリブルしてって、さあ、いつだそうかな、はい、みたいな感じでしたけど、今そんな余裕ないですからね。うん、それでね、トップ下に選手が、一時期いなくなったっていうのもあるんですけどね。うんうん、続いて、ジェンヒロッカドさんは、前選手の縦につけるパス、引っかかりがとても、引っかかりだと思って見ていましたが、試合後よく考えてみたら中村選手が出てくるまで縦パスにチャレンジしてたので、今シーズンの課題に取り組む姿勢を感じています。うんうんうん、結構ね、やってるんですよね。試合中にチャレンジ、はい、するところ。そうですね。うん。はい、だから、やっぱりまだ今の段階だと、その、なんだろうな、ね、メンバー変わっちゃうとちょっとずれるとかね。うん、うん。みんなが意識してるんですけど、それぞれのタイミングってあるので、いつも一緒にやってるやつだとうまくいくけど、ちょっとメンバー変わるとそこが微妙にずれるっていうのは、まだちょっとありますね、実際ね。でも、それをやめてないっていうところがいいところじゃないですかね。うん。うん。うん、それ怖がってピンチになるからやめたって言ってまた違う方法でやってたら、まあ、ありきたりの順位にはいくかもしれないけども、これから上には行くのは難しいのよね。だから、そうですね。うん。今だからいいんじゃないですか。チャレンジして、当然ミスも生まれて、ミスが生まれるからピンチにもなるんだけども、結果として勝ち点取れてるっていうところが、やっぱりこう、なんとか、恐れずにチャレンジし続けられる要因にもなってると思うんですかね。うん、うん。ね、あと前選手、個人で見ると、やっぱりそのパスの部分もそうだし、うん、ボール持った時の、なんていうんですかね、より攻撃に対する姿勢っていうのが、うんうんうん、まあ、周りとの兼ね合いもあるんでしょうけど、はいはい、すごく高、よく、なんていうんですかね、より攻撃にパワーを、そうですね。今シーズンは注げてるかなと思いますね。うん、なんかゴール前に飛び込んでいくところだった、うんうんうん、ハウスペース出ていくところだったりとか、ミドルシュート打ったりとか、うん、なんかどんどんこう、ボール持った時に自分はもっとこうしなきゃっていうところのチャレンジがすごく今シーズンはよく見えますよね。うん。うん、もうそもそも二人の位置高くなりましたもんね、かなり。うん。そうですね。うん、はい。で、あと、柏戦でもありましたけど、落としたボールを、2列目からミドルで、前選手と中村選手が狙うっていうシーンも、かなり去年と比べるとかなり増えてると思いますけどね。うん、うん。例えば、なかなかそこまで前向きで入っていくことが少なかったように思うんですけど、今はそこまで入れてるんで、うん。そこも確実に変わってるところじゃないですかね。そうですね。うん、なんか、ほんの二人に、ゴールはもっと生まれそうだなっていう、予感というかね、そんな雰囲気はある。うん、今シーズンのここまでかなって気はしますね。とは、おじさんです。あ、うん、アンダー21の先発ルールか。規律委員会で処分等を決定するとリリースがありましたと、うん。これはいるのに出さないとかそういうことじゃないですかね。いないもんは出せないですもんね。まあそうですね。その、うんうん、代表に行ったりとか、経過人があったりとかって、うんうん、物理的に難しいっていうのは、罰則には、確か OK だってな気がする、ね。ならないと思いますね。うん、いるのに出さないとか、はい、露骨に笛吹いたら、はい、交代とか、まあ、そういうところに対する罰則じゃないですかね。うん。うん。あとは、サネマティさん。うん。今季アウェーゲーム、個人的に皆勤賞ですと。おお。土曜日はミッサーで、たくさんの関東アビサポも駆けつけてくれるはず。うん、うんうん。アウェー初勝利を見せてくれるでしょうというわけで、横浜 FC 戦のスタメン予想お願いします。これね。はい。記憶が確かじゃないんですけどね。去年ね、はい、横浜 FC に行った時に、横浜 FC のライターさんに言われて、もう十何年、下で勝ってないとか言ってたんですね。アビスパ相手に。ああ、横浜 FC がってことですか。そう、FC が。うん。言われてみるとね、負けた記憶はあんまりない。確かに、そうですね。ただ、勝った記憶もあんまないんだよね。ミスターで。引き分けが多いイメージがあります。そうそうそう。すごくね、横浜 FC で、とミスターでやると引き分けが多い感じがあってね。うん、そうですよね、確かに。今ね、見てるんですけどね。一発引き分け、引き分け、勝ち、引き分けは本当だね。
ああ、その時は、2014年、8年前 ?9 年前か。2010年の8月、これ第29節に2-0で負けてるんですけど、それ以降は日発では負けてないね、確かに。本当だ、本当だ。そっか。引き分けそうがす。多いね。この時に2-0で負けて以来、その後は2-2、4-0勝ち、0-0、あ、違うわ。日発に限れば2-2、1-3の勝ち、2-2の引き分け、1-1の引き分け。これ多分その前も。おー、おー、おー、え？え？一回しか負けてない。ああ、二回。ああ。日発になってから2回しか負けてないの。ああ、そりゃ、向こうの日で嫌がるわね。その前に日発でうちが負けたのは2008年だもんね、これ。おお、なるほどね。三つ葉は。ああ、三つ葉はでもね、あんま負けてないね。5分以上だね。ああ、それは向こうが嫌がるのは分からないでもない。そんなに勝ってるっていうか、優位に立ってるイメージないけどね。そうだったんだ。じゃあ、高丸君が今、書いてくれてるんいで、どうですやー、か？ちょっと迷った。なんだっけ？ そうですね、どうなのかな。もう、なんかさ、一回行っても一緒になっちゃうからな。一生なりそうなんで、ちょっと、そうなんだよ。一つ迷ってるポジションがあって、あは。一人迷ってる人がいて。これしかないよな、リーグで戦だし。も、そう考えると、この選手外さなきゃいけないのかなって思うのも嫌で、なんかそんな感じで迷ってます。じゃこれは予想というか、ちょっとこれ見てみたいなっていうのにしましょうかね。じゃあ、この選手が悪いという意味じゃないので、ご容赦ください。これないよね。これないよね。はい、竹丸くんできましたか？はい、できました。はい、じゃあお願いします。じゃん。というところで、ベリ選手をスタメンにしました。おー。ルキアン選手が悪いわけではないので、勘違いしないでください。なるほどね。まず、今野選手は、やっぱりコンディションは、もう良くなってるなっていうのは、ルパンで分かったんです。スタメンに使いたいなっていうのと、あと、ウェリ選手は、どうですかね。まだちょっと横浜 FC の映像チェックできてないので、何とも言えないんですけど、ここまでリーグ戦で、まだ勝ってないんですよね。で、失点がかなり多いっていうところを比べると、やっぱり J1 に上がって、強度の部分っていうのに一番苦しんでるんじゃないかなっていうところがあって、もちろんルキアン選手もでもいいと思うんですけど、なんかよりこう、高さ、パワー、強さとかをより出していった方が、相手が嫌がるんじゃないかなっなるほどていね。うところもあって、ベリ選手をスタートでちょっと使っても面白いんじゃないかなと。またここの右サイドのコンビで、サイド攻撃を活性化させながら、ベリ選手の強さ、高さを活かして点を取るっていうのも、一つ面白いんじゃないかなと思って、こういう形にしました。まあ僕は鉄板ですね。まあこれしかないでしょ。と思います。もう、鉄板で。まあ、ですね。自分たちありきっていう発言から考えたらもうこれだと思います。そうだと思います。まあ、ウェリー、レイジュ、ルーあたりは流れ変えるところっていうところじゃないですかね。そんな気がします。まあ、今はこれだろうな。まあそうですね。まあ、ウェリーとかレイジュとか、リョーカとかそうですけど、彼らはここで劣ってるっていうか、彼らの特徴を考えると、やっぱあの時間帯に出した方がいいでしょうねっていうのがそうあっですて、ね。
それ以外の選手と、さっきも言いましたちょっとね、今、ちょっと差があるかなって感じがしますね。ケネがどこまでやるかってすごく注目してたんですけど、ルヴァンカップは。ちょっとね、はい、脆いとこ出ましたね。はい。今日本人にも声かけましたけど、さすがに、まあ明るかったですけどね。うん、うん。やっぱりちょっと、やっぱり今までの、彼とは違うんで、反省の言葉が出てましたけど、うん。ちょっとそんな感じかな。うん、うん。から、最初のルヴァンカップの第一節の時に、ちょっとそれが見えましたよね。今年は、うん、ちょっと今度は、今年は今月はルヴァンがね、水曜日2試合あるので、ちょっと連戦になるので、しかもこれ移動があるんでね、結構これ大変ですよ。僕練習取材が2日間見れないことが分かってです。なんとですね、5日の翌日6日、12時45分ぐらいから練習があるんですよね、これ。はいはい。で、札幌戦の翌日かな、これもなんか早い時間に、新潟かかるのか、新潟戦の翌日も、朝一番で帰ってこないと練習間に合わないみたいなことがあって、きついんですけど、うん、やっぱ第一節が、普段、リーグ戦っていうかね、ベンチ入れない選手だったらチャンスだったんですけど、ちょっと、結果見せられなかったんでね、今はこうでしょうね。うん、だけど、一年が一年みんなは本当にいいわけじゃないんで、本当に、うん、はい、最終的に、8位以上狙うってことになると、やっぱ、今、チャンスないかもしれないけど、他の選手が頑張ってくれないと、うん、そう達成はやっぱ難しいんでね。はい。悔しい思いしてるんでしょうけど、うん。ね、なんとか、奮起して、食い込んでもらいたいなっていうのはありますね。はい。あとは、安弘さん、試合に出ていない選手を含め、怪我人が多いのが心配と。うんうんうん、角田選手は大事に至らなくてよかったですと。うん、まあ、怪我人はこれからでしょうね。うん、まあ、今勝ってますから、うん、戻ってくるまでみんなで頑張ってもらうところでしょうね。はい。歌、うんうんはい、スパ信州さん、来月のアウェイ新潟戦から何試合か観戦する予定ですと。中倉さんに会って時間があれば飲みに行きたいですと、うんうん。機会があればね、ぜひご一緒しましょう。うん、はい。アビスパ大好きさんです。こんばんは。と、ケネディ選手が、奈良選手へのバックパスが多いように感じました。チャレンジングな前へのパスがあってもよかったと思いますが、いかがでしょうかと、うん。今日ちょっと本人に言いましたよ。勝ったこと言って申し訳ないけど、ちょっともうちょっと、チャレンジしてよかったんじゃないのっていう話はしました。あんまりね、そういう話したくないんですけど、選手は選手で頑張ってやってるんで、こっちは外から見てるから言えることって、外から見てるから言ってるだけのところがあるんでね、あんまり言いたくないんですけど、ちょっとそれは今日言いました、ケネ選手。もう少し、チャレンジしてもいいっていうか、思い切り良くてもよかったんじゃないって言ったら、本人納得しましたね。そうっすね。ちょっと緊張しましたって言ってました、今日。そうですね、うん。ちょっと自分らしくなかったかなっていうのは、本人も思ってみたいですね。そうね、ちょっと丁寧にやろうっていうのがね。そうそう、だから、前にね、相手が来ない時に前にもっと思い切って、もっとこう運んでってもいい時にも、なんかこう、恐る恐るっていうか、様子見見、こう、なんか、上がって、こう、行くぞっていうのも、行っていい、行っていいみたいな感じで、こう、なんか。そうそう、そうなんですよね。で、上がって、持ってったかなと思ったら、なんか一番近い人に、こう、ゆるいパスを渡すみたいなね。そこに行ったら、ズドーンと前出せよとか思うけど、ちょっとね、彼らしくなかった感じはあります。本人も分かったみたいです。はい。そうですよね。もっとね、縦に。1点目にね、繋がったシーンは、ルキアン選手に素晴らしい裏へのパスだったので、うんうん、そうですね。もっと、ああいうパスをできるように、試合の確保をしたりとか、うん、ドリブルでいい運びをしたりとか、うん、そういうところはどん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 できる選手だと思うんで、うん、チャレンジしてほしいなと思うし、うんうん、やっぱりその同じポジションで宮選手がいつも担ってる役割、うんうん、その中です、ビルドアップ、すごくこう効いてるっていうのも改めて宮選手の、うんうん凄さとか、そうですね。効果的なプレーをやってるっていうところも改めて分かった試合かなと思いますね。うん、あとは、ジークさん、日発はドローばっかりなので、そうそうね、久々に関東アウェー勝利で博多へ帰ろうを歌いたい。うん、そうですね。そうですね、うん。うん。まあ、向こうも勝ってないってことでね、本当に難しいゲームになるっていうふうに、長谷部監督も今日言ってましたけども、その反面、こう、好調の時、さっきの番組冒頭に言いましたけど、こう、好調の時にね、
勝ってないと、終盤に来た時に、あの試合で、勝ってればとか、あの試合で勝ち点後にあればとか思わないで済むように、勝てる時にはしっかり勝たなきゃいけないって言ってましたからね。ここは勝たないといけないし、奈良選手は、去年か、おととしこと言ってましたね。確か横浜で連勝がストップして、そこから5連敗してるはずだと。うんうん、で当時いた選手はそれをね、みんな分かってるんで、同じことはしたくないっていうことも言ってましたね。うん。は、ハヤさん、帰ってきて嬉しいメリさん、これまでの試合ではかなり効いてると思っていいですかと。もう効いてるでしょうね。いい、効いてます。はい。すごいアクセントになってますね。はい。うん、うん。あのね、オフサイドになったシュートもね、あれはね、欲しかったですよね。ねうん。しかしさ、すごく思うんだけどさ、その、J リーグって、ルヴァンカップはどうしたいんだろうね。そうそう。あのね、なんだかんだ切れ事言ってもね、本気になってない気は僕はするんですよ。だって VR 入れないじゃん、だって。そうですね。うん、決勝トーナメント上に行かないとですね。そう、うん。そういう扱いだよってことでしょ、要するにね、グループリーグはね。J はそれは身をもって、今年、VR3 次元だっけ3D で。はい、3D で見てるじゃないですか。あれって FIFA の命令なのかね、命令じゃないんだったら、先に金使うのはルヴァンカップじゃないかと思うけどね。結局ルヴァンカップってそういうもんだよって、まあ、それが透けて見えるからダメなんじゃないかと思うんだよな。ただね、誤解したいのは、選手は必死ですよ、すごい。やっぱり。うんうん、どのゲームもね、すごい必死でやってるんで、なんかね、そう思うなぁ。だから、どう思ってるんでしょうね、J リーグは。どうも、ジュンヒル神田さんもありがとうございます。水曜日のアイテムでしたね。うん。スイーツさん、ウェリーは痩せました？と。久しぶりにスタジアムで見たウェリーは太ったなぁと思いました。いや、痩せてはないですね。今日僕もちょっと練習見たんですけどね。うん、まあ、太ってるってわけじゃないけど、6年前みたいに細かないなっていう感じはありますね。そうですね。うん。というところで。じゃあ、三鷹さんのコメントで締めましょうか。はい。はい。ちょっと表示されないので、あれ、ちょっと待ってください。三鷹さん、今日もありがとうございました。はい、毎試合失点してしまう状況は少々心配ではありますが、複数得点できるチームに進化できていることにワクワクが止まりません。次の横浜 FC 戦、ルヴァン鹿島戦も不敗神話を継続していきましょうと。パパサービスパート。そうですね。そうですね。はい。はい、それじゃあ、そろそろ終わりにしたいと思いますけど、はい、8日の日に、まあ、平たく言えば飲み会ありますんで、まだ、さっき余裕がありますから、はい、ぜひ、まあ、まだコロナの心配されている方も大勢いらっしゃると思うんですけど、うん、ちょっと飲んでみんなで話してみたいなと思う方は、ぜひね、はい、お申し込みいただければと思います。よろしくお願いします。ネット上でね、ホームから予約できるようになってます。はい、ちょっと今出てないけど、この後終わったら下に、コメント欄にでも貼っとこうと思いますのでね、もしよろしければお越しいただければと思います。はい、それから、はい、今日聞いていただいているかどうかわからないんですけど、お名前はちょっと出せないかな。一応、お申し込みあった方にはですね、当日の詳細についてメールでご連絡してますけど、ちょっと、返事が返ってない、来てない方が、複数名いらっしゃいますので、もしね、ご覧になられてて、いや、申し込んだはずなのに俺のとこメール来ないよっていう方がいらっしゃいましたらですね、ちょっとなんていうんですかね、ご連絡をいただければな、というふうに思います。どこへ連絡してもらおうかな。うん、これ、ツイッターで DM って届くんだよね。はい、DM は、はい。友達になっても届くよね。ツイッターで僕宛てに DM 送っていただければ、こちらで、連絡した、改めて違う方で連絡したいと思いますんで、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。はい。じゃあ、そういうことで今日はこの辺りで終わりにしましょうか。はい、来週はルヴァンがありますもんね。来週はルヴァンがあるんで、はい、4日の日に放送です。火曜日です。はい。試合の前の日にありますが、火曜日、はい、時間は9時からやりますので、ぜひまた皆さんこの時間に合わせていただけると思います。はい、横浜FCに勝ってね。はい。勝てば、チームあんのこれ。
得失点差にもよるのか。おー、そうですね。そうですね。うん、他のチーム次第ですけど。相手の状況とね、うんうんうん。そういうこともありますけども、まあまあ、それはそれとして、しっかり目の前のね、うん、あの一戦を勝って、博多に帰ってきたいと思いますんで、はい、皆さんもいろんなところからね、応援をお願いしたいと思います。うん、はい。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。じゃあまた来週4日の火曜日にお会いしたいと思います。はい。どうも皆さんありがとうございました。はい。ありがとうございました。さよなら。